ということで回ってきました。もうベロベロちゃんです。そんなもんないよ。右で1本だけ。それでは夜の部開始していきましょう。はい、チャンネル登録よろしく。僕が買ってきたのがマカワインです。結構安めのリンゴのお酒、結構高めの。そんな高くなかったよ。あ、なんか奈良だけ紙カップなんだよね。別に一人だけさ、ワイングラス借りてきやがった旅館の人に。じゃあ乾杯しよっか先に。それではせーの、せーで、いやー、怖い話2個あるんだけどな。奈々が家帰ってる途中に、夜中の3時ぐらいにね、いきなり前から誰かが走ってくる音が聞こえたの。めちゃくちゃ足速い人なの、走ってくるの前から。で、本当にやばい、奈々殺されるんだって思ったの。隠れることもできなかったのね。あの道隠れられないもん、ね、そうそうそう。で、もうその場に突っ立ってるしかなくて、とりあえず走ってる音聞こえたから止まったの。そしたらね、目の前からめっちゃ勢いよく、あのイノシシの赤ちゃんみたいなのが走ってきたので、追突されて奈々そのまま転んで、で奈々が転んだらそのイノシシもびっくりして逃げてたから、奈々も急いで家に逃げてたんだけど、やばかったの。え、泣きそうになっちゃったの？でね、もう一つがね、普通に運転こうやってしてたの。それ走ってた、運転をしてたのだけど、ブーンって、まあ大きい道路だから、まあ普通に60キロぐらいで、まあ普通に青信号だからそのままのスピードで行ってたら、交差点のところで本来は赤信号なのに、いきなり原付がビュンってきたの。急ブレーキして後ろに置いてた荷物とか全部吹っ飛んできて、その時はさすがに怖すぎて泣いた。僕はちくわです。泣いたの？泣いた、泣いてめっちゃ怖い思いしたから、今日お酒いっぱい買って帰ろうと思ってお酒4本買って帰った。で、飲んだの一本でしょ。飲んだの一本。ふざけんね。それではね、飲み会の方もそろそろ切り上げて、明日もいろんなところ観光するんで、早めに寝ますか。お風呂入って、それではまた明日ねー。チャンネル登録よろしく。おい、早くして。そんなことしてないよ、早くして、時間ギリギリだよ。やばいよ、やばいよ、やばいよ、出川だよ。はぁ、え、まだね、まだ目が早くしろ、本当にやばいぞ。早く行くよ、海賊船と大涌谷。海賊船検討中だから。岸田総理ですね。さあ行きましょう、行きましょう。はい、チャンネル登録よろしく。ということで、大涌谷到着しました。風強いね。強い、なんかいつも私で来るとき毎回。そうか、前来たとき霧で何も見えなかった。初めてだけ、今日は景色がいい。楽しい。車で食べたら結構大変だったよね。いいことじゃねえか。行きます。運命長寿、長寿、長寿。一口だけ食べる。はい、普通の卵よりかは美味しい。そうなの？何が違う？なんか味がある気がする。黒いって感じ、お味が。黒いわ。味黒。僕はちくわです。ナナはね、ゆでたかもね。いいです、これは大丈夫。そんな味違うの？白身が美味しい。どうやって黒くなったの？あのね、炭を入れて。なわけないでしょ。本当だ、本当だ。そう。おーい、ということで、お土産もいっぱい買いました。はい、ということで、今から海賊船に行きましょう。海賊船行くのは OK になった？調べてから。わかりました。水没しなければ行きましょう。そう、行きます。チャンネル登録よろしく。ラブラブ動画。こんなシーン使えないよ。なんで使うよ。足の子到着しました。おーい、ということで、海賊船到着しました。特別室取っちゃいました。特別券ファーストクラスの客様、チケットのご準備お願いいたします。特別室です。
上も行けますね。どうですか？あなたが船長ですか？逮捕します。ね、ちょっと携帯怖くてさ、近くにできないんだけど。でもさ、座れないよね。なんかいい匂いじゃない？また違う感じでいいね。そうね、本物の海賊いますね。倒すか。あ、さっき乗ってた船。怖すぎる。前が見えない霧で。チャンネル登録よろしく。今日このさ、せっかく絶景のスカイラインだったのに何も見えません。え、いきなり現れたよね。怖い、いきなり車現れた。カーブ気をつけて。やばいよ、もう雲の中で。やばいじゃん。はーい、爽やかに着きました。1年ぶりの爽やか。はい、どうぞ食べてください。僕はちくわです。チャンネル登録よろしく。東京に到着しました。お疲れ様でございます。ありがとうございます。言ってください。お疲れ様でございます。めっちゃ疲れた。疲れましたね。結構相当運転しては、途中雨になってきちゃったりね。ナナが言う話ね、それ。楽しかったね。また行こうね。そうですね。毎年箱根旅行はいい思い出になるって感じだからね。行ってみよう。これからも行ってみよう。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの。